朱立林は、中華民国の政治家、第七、十一代中国国民党主席。第一から二代に北市長、外省人。1961年、台湾北部の桃園県八徳市生まれ。父親の祝諏の岐阜は、石膏省義宇県が、本籍地で、国民党軍の公平将校、桃園県の県議会議員を務めた。 台湾大学卒業後、ニューヨーク大学で博士号を取得した後、しばらく、ニューヨーク私立大学で女理教授を務めて帰郷し、台湾大学教授を務めた。1998年の立法委員選挙で、当選し、正解入り。2001年、民進党の法条金を破って、東園県庁に当選。2008年11月から、中国国民党副主席にも就任。 県庁任期中の2009年9月、バエ級総統より行政院副委員長に指名されたが、後に日北市長選挙に出馬するため辞職した。2010年11月に実施された日北市長選挙では対立候補であった民進党主席の蔡英文を破り当選した。2015年1月19日、中国国民党主席に就任。 10月17日、国民党は副主席の公衆柱の総統選、立候補資格を廃止し、候補者を主立委員に取り替えた。そのため、主は2016年中華民国総統選挙に急遽出馬することとなった。2016年1月16日に実施された総統選挙では、31.0409%の得票率しか得られず、 56.1234%を得た民主進歩党の蔡英文に惨敗し国民党主席の職を隕石辞任する意向を表明同月18日に党主席を正式に辞任した2021年9月25日に行われた国民党主席選挙で当選し党主席に返り咲いた馬英宮や腰教と共に馬立教と呼ばれ共に 国民党の中堅世代の中心人物とされる。しかしシュリーツリンは、馬や子よりも10歳以上は年少であるため、厳密に同年代とは言い難い。また、三人とも祖籍においては、外省人であるが、主達とも自身は唯一、台湾で出生している。2015年8月22日、新党の決闘22周年記念行事に出席。その際、 日本統治時代について悲惨な歴史であり台湾人が日本人の統治に感謝することは絶対にないと述べた。尖閣諸島については中華民国の領土であると主張している。ありがとうございます。